こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです、サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきたいと思います。はい、いよいよ9年目も終了です。そう、9年目の最後、エルドラド欧州戦、2回目の優勝でいい形で締めくくれましたね。リーグ戦自体は4位でした、昨年より順位1つ上げてますが、来年は2位以内に入れればいいなっては思います。さあ、最後を締めくくる意味でどうしよう。正直結構負けるとモチベーションに影響があってスランプに落ちやすいっていうところがあるんで、チーム自体があまり練習試合は負けてはいけないのかなと最近思うようになりました。練習試合は負けても訓練できればいいやじゃやっぱりないような感じはありますよね。まあ勝ち負けは別として若手を育てる場っていうポジションでいいです。はるかもだいぶ良くなってきたんですけど、ここでもう寿命が尽きちゃってるんですよね。まず今年最後の試合、練習試合になりますが、アスカディア奈良戦をお送りしたいと思います。点取られちゃった。妖怪マークしてたんですけどね、裏を書かれてしまいます。守備陣はまだまだパワーアップしないといけないです。結構このゲーム守備陣が大事ですから、ヒラリーがあーっと捉えてしまった。もうちょっと早く攻めてもよかったかも。おっと、容易にボールを渡しちゃいけない。どこ？裏をかかれている。2点目入れられてしまった。飛びつかれました。まだまだ課題は多いですね。この辺もどんどんパワーアップしないといけないと思ってます。まあ、おっと、さあこれでフリーキックのチャンスを得ました。ゆうな、ここです。ここの食いつき。さあ、ユーナ、チャンス！おっと、これ外しちゃうか。
ックの正確性なんかも欲しいですよね。カナが慌ててバックパス、ジャネットからノーホイッスル、いいとこが今のとこありません。おーナイス、カラオケ外に出ました。こちらボールのスローインです。どっちかな、うまい、これはうまい。さあこれでチャンス、1点は返してほしい。これは厳しい。試合終了です。さあ反省の意味で今年最後なんで見ましょう。ニュートンうまいな。それを妖怪が確実に決めてきます。まだ控え選手は N2 でも厳し、案外厳しいかなっていうクラスなのかなとも思いますね。これは相手をミスに救えました。だがしかしまた妖怪ですよ。妖怪はちょっと N2 にいるような選手じゃないですよね。イルランのどこかのチームに上がってきた、本当に怖いです。これは正面でした。この後畳みかけがね。さあここユーナすごくチャンスだったんですが右に添えてしまいました。キックの正確性、落ち着きが欲しいです。これで試合終了ですね。完敗でした。よく分析して来シーズンに備えましょう。さあいよいよ今年度10年目がスタートです。今年こそは、10年目こそは2位以内入ってアジアチャレンジトロフィーに出場を決めたいと思います。チーム編成しますか。クラブハウスかな。はるかも空港かも高くだんだんと力つけてますね。その投資大事です。これとなんかハートだけばっかり上がりますね。ハート上がりやすいっていうのが分かりますね。これ見たら全部これハート上がる種目だしな。ディフェンダーなんだから攻撃を絡めなんか無理だし。大体ハートが加わるんだよな。ひとまず、スタメンを決めましょうって言っても変わらないですけどね。結局はクラニスは多分あれで育てたいから
まだポテンシャルが残ってんで育てたいからなんでしょうけどね。試合に出て消耗するならこれでいいか。さあここで選手の増強を図っていきたい。クラブのランクも上がって、なんだろう、予算も上がりましたからね。しかし女性選手いないな。まあ、すでに女性選手こちらの方が独占しちゃってますから、それはなかなかいい選手出てこないのは分かりますけどね。はい、というわけで、いよいよ、10年目に入りました。10年目は2位以内、アジアチャレンジトロフィー出場を狙っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価などもよろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。